皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はコリスケシリーズ4本目の動画に突入でございます。第4章でございます。うわー、頑張ってきました。もう少し頑張っていきましょう。4曲目の今回はスピッツさんのロビンソンという曲を一緒に練習していこうかと思うんですが、先にお伝えしておくとね、すごい簡単です。めっちゃシンプル。多分ね、ちょっと練習すればね、すぐできる、そんな曲でございます。だからいつも動画を2本に分けて解説しておりますけれども、今回のロビンソンに関しては1本でいきます。もうこの動画で終わりです。なのでね、早速ギターを持っていただいて、のほほんとポケットしながら一緒にジャカジャカと楽しんで練習をしていきましょう。とりあえずテキストをまた印刷してご覧いただければと思うんですけれども、見ていただいて分かる通りね、コードがね、ほぼほぼもう今までやったことあるコードなんですよ。ああ、全然知ってるわ。なんかパッと見て全然難しそうじゃねえわって感じがしませんか？あ、いけるわこれ。いけるわこれ。みたいな感じで。そうなんです。いけるんです。はい。いけるんです。行きましょう。カポをとりあえず2フレットにはめていただいて、ブラッシングの状態にして、右手のストロークを練習していきましょう。とりあえず、その完成形のストロークやってみるとこんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなん。てん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 。これで一小節。いきましょう。まず最初、前半部分は、てんてんてんててといきます。てんてんてんてて。もう糸とかともう全く一緒ですね。桜とかと全く一緒。てんてんてんてて。これが前半部分。で、後半部分は、アップからスタートします。アップダウン。アップダウン、てんてて。アップダウンしてダウンダウンアップ、これがその後半部分。アップダウンテンテテ、アップダウンテンテテ、これが後半部分です。アップテンテンテテ、アップから始まるっていうのが超ポイントです。アップから、必ずアップから、ダウンじゃダメですよ、絶対アップから。アップ、アップダウンテンテテ、アップダウンテンテテ、アップダウンテンテテ、こんなリズムです。アップダウンテンテテ、アップダウンテンテテ、アップダウンテンテテ、この前半部分と後半部分をつなぎ合わせます。いってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ツン、ツン、ツン、タッタ。アップ、ダウン、テン、テッテ。一、二、三、パッパ。アップ、ダウン、テン、テッテ。ワン、ツー、サン、シー。アップ、ダウン、テン、テッテ。ワン、ツー、サン、シー。アップ、ダウン、テン、テッテ。あと4回。ワン、ツー、パッドン、テン。もう一度行きましょう。最後。こんな感じのリズムが基本のリズムです。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。ちょっと待ってくれ。もう少し確認したいぜという方は動画を巻き戻しして、チェックチェックしてみてくださいませ。で、これをね、そこそこ早いテンポでいかなきゃいけないんですよ。だからちょっとね、そこが大変かもわからない。理想としては、こんな感じ。ワン、ツー、サン、シー、アップ、ダウン、テン、テテ、ワン、ツー、サン、シー、アップ、ダウン、テン、テテ、ワン、ツー、サン、シー、アップ、ダウン、テン、テテ、こんな感じ。まぁ、ちょっと、早いじゃねえかみたいな感じでびっくりしたと思うんですけれども、まぁ、これがその理想のリズムというのがさ、基本のリズムでございます。理想というか、まぁ、これが基本のリズムです。まぁね、ちょっとテンポが早いから少し大変かもわかんないんだけども、何回も何回も、繰り返しやってみていただければ、全然 OK かと思います。覚えておいてくださいませ。タン、2、3、4、アップ、ダウン、テン、テテ、1、2、3、4、アップ、ダウン、テン、テテ、これです。これが基本のリズム。で、この曲ね、もうね、最初からね、ずっとこれ、ずっとこれ、ずっとこれ、2箇所だけ、変わるところがあります。2箇所だけ。といつもイントロから行ってみましょうか。イントロ、C からスタートして。で、次のターン。で、本来ならばもう一回丸々繰り返すんですけれども、ちょっと長くなってしまうんで、ちょっと割愛しております。半分で終わらせてます。そのまま A セクション入って、こんな感じ。丸々もう一回繰り返すと、すごいシンプルですよね。なんかコードも簡単だしさ、その右手のリズムもちょっと早いかもわからないけれども、なんかちょっと慣れてしまえばすぐできそうな感じがするかと思います。 B セクション入っても
ここのところでリズムが、変わります。いきましょう。右手のリズムいきます。まず一回大きくダウンをしたら、ダウンをしたら、タンタタです。ダウン、ダウン、ダウンアップ。ターン、タンタタ。これ。ターン、タンタタを2回。ターン、タンタタ、ターン、タンタタ。これで一小節です。つまり、その B セクションの最後、C セクションに入る手前は、一小節の中に D と B7、2つコードが入っているので、ターン、タンタカ、ターン、タンタカという感じで、B、D と B7 を1回ずつ弾いていきます。作り上げる。感じで。ターン、タンタカ、ターン、タンタカ。こんな感じ。そうすると、サビに入ってまた基本リズムに戻ります。8小節目のところ、Bm が2個続くところの2個目のところ、ここの Bm がまた唯一リズムが変わるポイントの2つ目です。どんなリズムかと言いますと、こんな感じ。ちょっと桜の時のリズムに似てますね。いきましょう。前半が、まずブラッシングにして、前半が、てんてけてんてん。てんてけてんてん。これです。てんてけてんてん。ダウンダウンアップダウンダウン。これが前半。てんてけてんてん。てんてけてんてん。で、後半部分が、うってんてんてけ。う、に、さん、し、い。う、に、さん、し、い。だから、それ桜の時とめちゃめちゃ似てますよね。こんなリズムやってましたよね。イントロのところとか。たんたかたったう、に、さん、し、い。たんたかたったう、に、さん、し、い。こんな感じです。で、この、サビ前とサビの8小節目の2箇所以外はもうずーっとね、基本のリズムで OK。ずーっと基本のリズムで OK。ずっとこれ。だから、とりあえずは多分皆さんの今の課題は、このリズムをそのテンポよく弾くことかと思います。意外と早いんでね、その右手がこんがらがってしまうというか、手順間違えてたりとかすると思うんですけれども、それをね、頑張って繰り返して体になじませて、ミスなく。繰り返しているところが、まず最初のスタートかなという感じです。で、それができたら、コードを組み合わせて、で、リズム変わるところも練習してみたいな感じで、徐々にやってみていただけると、幸いです。イントロ始まって、A メロ入って、で、B メロ入って、B メロの最後に、この、があって、で、C セクション入って、8小節目の Bm で、をやって、で、この後にまた普通にこの基本リズムに戻って、インター。に行くんですけれども、ここからね、もう全部ね、丸々繰り返し、全部丸々繰り返し、もう何の変化もなく、ずっと繰り返しです。全部繰り返し。で、ラスト、C セクションのところ、一番最後のその3段あるところですね、C セクション、ね。ここから3段目の今、Am 伸ばします。Am に行って、この風に乗る。ここで E7sus4 というコードいきます。これね、ちょっとね、新しいコードっちゃ新しいコードだけども、全然もう苦労することないです。普通に Em を押さえた指使いから、小指で3弦の2フレットを出せばいいの。もうこれだけ。これだけ。で、E7sus を、一回ブラインと鳴らして、さらに小指がなくなって人差し指が3弦の1フレットに来る E というコード、 Em じゃなくて E というコードに行って終わると、いいさそうで終わる感じです。で、さらにここのところに余力があればアルペジオをしてみましょう。 E7sus をブラインと一回弾いたら、一回ビャンと弾いたら4弦から順番に弾きます。4321と4321と、4弦から細い方に向かって4321と、で、1まで行ったら戻ります。じゃん、4321234で E を弾いて終わる。こんな感じ。
そうするとまたこう原曲っぽい雰囲気になるかなという感じです。ララ宇宙の風に乗る、こんな感じで、余裕があったらこのアルペジオもしてみると良いかと思います。でも余裕がなければやらなくても大丈夫です。これで本当にもう1曲まるまる終わりです。どう、思った以上にシンプルじゃない？そういうなんか弾きやすくない？いい感じじゃない？まあそんな感じでロビンソンの解説は以上でございます。右手のストロークのリズム、そしてまあアルペジオとか、まあ、そういった細々したところを頑張って練習していただいて習得をしてみてください。でここでちょっとこの曲でまたこう一つ、新しく練習したいこととしてはメトロノームの話です。メトロノーム、まあメトロノームって何かと言いますと、まあ音楽室でカッチコッチカッチコッチなってた、あれでございます。一回は見たことあると思いますし、頭の中に覚えてると思うんですけれども、でまあ実際ねそのメトロノームの実機を用意しなくても、もう最近ね、こういうね、アプリがね、たくさんあるからね、もうアプリで十分です。無料で、まあ、Android にしても、iOS にしても、メトロノームとかで検索すれば、無料のアプリがたくさんあるんで、本当もうそれをね、一つスプレッド、ダウンロードしてみてください。無料じゃなくてね、その有償でも構わないよっていう方は、僕はこのヤマハのメトロノームっていうアプリを使ってるんですけども、ヤマハのやつが一応おすすめです。無料のやつね、ちょっとね、厳密に言うとね、結構ね、あの、ムラがあるんですよ。結構ブレてるんだ、リズムが。だから、レコーディング時とかね、ちょっとあれは使えないんだけれども、練習する時には、まあ、全然十分。全然十分です。でも、そこから、ちょっと有用でもいいから、なんか、もっとしっかりしたやつ欲しいぜ、という方がいらっしゃいましたら、このヤマハのメトロノームがおすすめです。これがすごい正確なんで、全然 OK。僕、実もこれ、使っております。で、メトロノーム、ダウンロードしていただいたら、どういう風に練習するかと言いますと、ロビンソンは111というテンポなので、まずこの、テンポを111に設定しましょう。で、このアプリの場合はスタートボタンを押すと音が鳴ります。で、メトロノームって鳴らないと超むずいんですよ。これに合わせてそのストロークをしていくわけなんですけども、超むずいんだ。まあ、ちょっとやってみるとこんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。で、コードをつけて。こんな感じです。で、すごい簡単そうにやってるからさ、あ、なるほどね、なるほどねって思うかもしれないんだけども、意外とね、実際やってみるとね、え、合わねえってなるんですよ。え、全然メトロノームとは聞こえてこねえ。え、どういうことつって、え、どこに合わせたらいいのか全然わからん。え、超パニック。え、これめっちゃむずくねってなるんですよ。いやね、実際ね、結構ね、慣れないとね、むずいんだ。すごいむずいんだ。でもそのね、むずい気持ちがあるけれども、ギターの練習と一緒でね、頑張って、繰り返すと乗り越えていけるので、頑張って乗り越えていきましょう。とりあえずのね、ステップがあってね、初めてメトロノームに触る、初めてメトロノームを使うという人はですね、まずね、イメトレをね、しましょう。イメトレ。イメトレです。どういうことかと言いますと、ロビンソン111です。まずこの111を設定して、スタートを鳴らします。で、ここでいきなりギターを弾くんじゃなくて、言葉で口ずさんだりとか、頭の中でギターを弾いたりとかして、まずイメトレをするんです。おすすめはね、その口で、言うこと、口で言うこと。ストロークを、タンタンタンタカーカタンタンタカ、タンタンタンタカーカカンタンタカとか、別にもう言葉なんで別です。もうね、じゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃ、べんべんべん、ばばばばん、どんどどガンガンガン、ゴゴゴガン、ゼンダラ、ウンタンバース、デーバラン、デューシーン、ドンシンペン、デレンカロン、デンダラ、みたいな感じで、もう言葉なんでもいいんだけれども、ただそのね、ストロークしてる時のこの、ペンペンペンペペンペペンペペペ、この、リズムをまずね言葉で表すと何でもいいです。もうペッ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 で、動画でさ、僕がこう鳴らして、僕が一緒にこの歌ったりとかすると、その僕の歌に合わせてるから、それできるんですよ。ちょっとね、動画一回止めてね、止めなくてもいいけど、動画止めなくてもいいけども、とりあえずね、自分一人でちょっとやってみてください。僕が鳴らして、僕が歌って、それに合わせるんじゃなくて、とりあえずその、今、アプリダウンロードしていただいて、そのアプリで111設定して、アプリをペッとスタートボタンを押して、ちょっとね、僕のヒントなしでやってみてください。そうするとね、めっちゃむずいと思います。めっちゃむずい。合わねえってなると思います。合わねえんですよ。
そうなんです、合わないんです、合わないからどうしたらいいかっていうと、頑張って合わせるんです、合わない時には、頑張って合わせるっていう練習をするといいんです。合わない時は頑張って合わせる、そんな感じです。だいたいまあね、そのピッていうこの音にこの合わせることに慣れてない人が、まあ、ほぼほぼなんですよ。なんだろう、そのさ、ピッ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 とかをね、たくさんこの音鳴らしてくれてるわけだけども、その音って目に見えないじゃない。まあ、耳に入っていって、まあ、そのね、スパンスパンって、まあ、抜けてったりとか、まあ、頭の中入ったりとかするんだけれども、まあね、実際目に見えないからさ、その目押し、スロットとかさ、その回転なんたらかんたらルーレットとか見たく、今だ今だっていう目押しが全然できないんですよ。だから、このね、頭で考えずに、その、ね、耳で聞くというかね、その心で感じるというか、そのなんかビートをね、そのね、心、体で感じてほしいんだ。この。ツンツンツーツツンツツンツンツツンツンツンツツンツツンツンツツン、こんな感じ。ちょっとまあふざけてやってますけど、ふざけ、まあ、真面目だけど、ね、全然真面目だけど、ふざけてるように見えるかもしれないけども、別にふざけてないんだ。本当に真面目やってんだ。本当にこういう感じでね、そのね、リズムをね、体で感じてほしいんです。で、これができないと、やっぱりこうね、ね、みたいな感じになっちゃうの。でもそうじゃなくて、この揺らぎというか、このバウンス感というか、これをね、その体の中にこうなじませるわけですよ。で、それをやるためには、いきなりギター弾いたらまずできないから、とりあえずこのメトロノームを鳴らして、このビートを感じながら、口で、そのストロークのリズムを奏でると。うー、スイーユ。バンバンバーでてんてんてんてけてんてんてでてんてんてんてけてんてんてでてんてんてんてでてんてんてでてんてんてんてけてん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 あのダンスする機会、別にそのダンスっつってもその一見このブレイクダンスしてこのバーとかじゃなくって、なんかこの学校の体育の授業とかそういうんじゃなくて、本当もうその友達のそのパーティー行ったらなんかその音楽かかってて、なんかちょっと気軽に乗ってこの踊るみたいな感じの、別にその踊るっつってもそのなんかブレイクダンスとか社交ダンスとかなんかバレエダンスとかそういうんじゃなくて、なんかこうナチュラルにその体に音楽に合わせてその体を揺らすみたいな感じの、そんなこう気軽なカジュアルなそのリズムの感じ方をする機会が日本には全然ないんですよ。だからね、そのね、ちょっとなんだろう、若い人たちはまだあるかもわかんないけども、その音ゲーとかさ、そういうゲームがたくさんあってアプリとかでもたくさんあるからさ、まだあるけども、ちょっとこうね、ゲーム世代とかではない方にとってはなお一層のことそういう文化がないと思います。音楽がすごい好きでライブよく行ってたとか、なんかそのジャズバーによく通ってたとか、なんか楽器を演奏したとか、そういう経験があればまた別だけれども、そういうのがないとね、このそもそもね、体でね、音を感じる、リズムを感じるっていう文化がね、ないんだ。だからこれね、苦手だって思っちゃってもね、しょうがない、しょうがない、もうそういう環境だから日本って。でも、もちろん当然ながら、そういう環境がないからつって、日本人だからもう才能皆無です。リズムを感じることはできません。ブーブーってことはそんなこと全くなくて、とりあえずまあね、できなかったらできないでね、その、ああ、そっか、できないや。でもまあ、そう、滝谷さんがそう言うなら、まあ仕方がないのか。まあ確かに言われてみれば、俺は今まで音楽全然人生の中で縁なかったもんな。まあしょうがないよなっていうことを受け止めること。まず。そこで、うわ、俺できねえ、俺は才能ねえ、もうやめだじゃなくて、まずこの受け止めるところから、スタートっていう感じです。で、ほんとね、そのメトロノームに関しても完璧に慣れなんで、毎日毎日、もうね、ひたすらこのメトロノームを聞きながら生活をしてください。これ冗談じゃなく、マジで。練習するときだけメトロノームを聞くんじゃなくて、ほんともうね、世の中じゃねえ、普通にこの街中を歩きながら、歩きながら自転車乗りながらとか、電車通勤しながらとか、まあその家事しながらとか、なんでもいいんだけども、音楽を聞くんじゃなくて、ひたすらこのメトロノームだけを、これだけを、ひたすらこのイヤホンから聞き続けるんですよ。もう何をしているときも常に。もうスピーカーから流してもいいし、もうイヤホンでもいいし、何でもいいんだけども。もうとにかくそのね、ずっとこうね、一定のリズムをね、その感じ続けるの。常に。もう24時間、いつでも。寝るときはまあやめた方がいいけど、
なんか夢に出てきそう、111が、111ですとかで出てきそうだから、ちょっとそれはやめた方がいいと思うんですけども、まあそんなことはさておき、そんな感じでね、そのずっとこうリズムを聞いたりとかしてると自然とこうね体が慣れてくると思うんですよ。そこまでいけたならば結構ね第一ステップクリアって感じです。あとはそのね、さっき言ったようにそのピピに合わせて口でそのストロークを歌ってやってみていただければという感じです。でそこまでの第2ステップ、リズムを体で感じる第1ステップで、そこで口で歌う第2ステップ、ここまでできたら実際に、第3ステップ、ギターを持ってまずはブラッシングでいきましょう。ブラッシングでコードチェンジじゃなくてブラッシングね、もうブラッシングだけ、てんてん、あ、よく、あのね、口で言いながらの方がいい、てんてんてて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 てで、この第3ステップまで来たならば、いよいよ、コードをつけて練習していくと。2、3、4、新しいセンスは、なぜかセンスない日々で、こんな感じになるわけでございます。メトロノーム最初慣れないうちはね、聞こう聞こうとしてしまうんだけども、慣れるとその気づけばそこにあるものっていう感じで、メトロノームと仲良くなれるんですよ。本当のキャプテン翼におけるサッカーボールみたいなもんだ、メトロノームは友達さんみたいな感じで、最初敵対してるかもわからないけれども、仲良くなってくれば自然に体の中に溶け込んでくるので、ここまではひたすら聞き込んで、歌って歌って口ずさんでイメトレしまくって頑張ってやっていただければ、幸いでございます。で、そのメトロノーム練習、何がいいかっていうとね、そのね、一定のリズムをね、キープできるのがいいんだ。まあ、当然だけど。で、なんでそれがいいかっていうと、意外とね、できてるつもりでもできてない時ってね、たくさんあるのよ。コードが難しかったりとか、ストロークが難しかったりとか、リズムチェンジが出てきたりとかした時に、早くなったりとか遅くなったりとかして、やっぱね、人ってね、絶対ね、この、ね、揺らいじゃうの。そのリズムが。で、一人で練習してるときは、その揺らぎがあった方が心地いいから、自分は全然気づかないんだ。それを録音したり、録画したりとかしててもね、それがその自分の演奏だからさ、全然気づかないんだ。けど、メトロノームと一緒にこの演奏したりとかすると、もうね、問答無用でこの人ね、全然こっちに合わせてくんないから、僕が速くなれば、もうね、このピッピッピッピに対して僕が速くなれば、僕は先行っちゃうし、メトロノームも遅くなれば、もちろんね、メトロノームに置いていかれるし、こんな感じで、こうね、如実に、もうめちゃめちゃ辛さのに、すっごいわかりやすく、お前間違ってんよって教えてくれるんですよ。それをこう何回も何回も乗り越えていくと、もっとね、すごいこの揺らぎのあるいい演奏ができるようになってくるので、早い段階から、メトロノーム練習を取り入れていただけると幸いでございます。ちなみに僕は、メトロノーム練習最初っつうか、若い頃、10代の頃とか、12歳でギターを始めて20歳ぐらいまでね、全然やんなかったんで、すごいその影響が今悪い意味で出てます。すごいこのリズムがブレるというか、僕結構リズム悪いんですけども、そこにね、すごいこのめちゃめちゃ影響が出ております。皆様は本当早い段階でメトロノーム練習を取り入れて、リズムよく演奏ができるように心がけてやってみてくださいませ。そんな感じ。ちょっとメトロノームに関してね、グダグダと長い話をしましたけれども、まあそんだけ大事だと思っていただいて、取り組んでいただければ、幸いでございます。そんな感じ。それでは、ちょっくら、曲の解説は以上とさせていただこうかなと思います。お手本動画とかにね、いろいろとこのヒントとかあると思いますので、そちらを見ながら合わせながら練習していただけると、良いかと思います。あとは頑張ってみてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイの前に。最後に、私、滝沢勝成、ツイッターを覗いております。TAKAJAWA、滝沢という名前でツイッターやってるんですけれども、もしよければ、フォローいただければ、すごく幸いでございます。動画のリクエスト、ご感想、ご意見、いろいろあると思うんですけども、コメントいただいても嬉しいですし、僕にリプライいただくんでも嬉しいですし、まあ、何かしらの方法で、コメントしていただけると、コミットメントしていただけると僕はすごく嬉しいので、ぜひ何かしらあれば、リプライもしくはコメントしてみてくださいませ。そんな感じでございます。またね、この動画もまた面白いと思っていただけましたら、友達とかね、知り合いとかに勧めていただければ幸いでございます。それでは今度こそ本当に違う動画をいたしましょう。グッバイ、さよなら。